はい、10月2日本日のメニューです。デイリーマーケット情報のコーナーでは氷川きよしキャラ変問題というどうでも言っちゃいいんですけど、どう急にオネキャラになっちゃう、オネキャラになったわけじゃないですけど、なんかねなんかね、はい、で米株昨日ニューヨークでは300ドル安でし、300ドル以上の下落でした。その流れから日経も2桁の下落となりました。アトラクティブストックス、アメリカの方ネット証券の株価軟調で、国内も結構その辺ね、SBI とかマネックスとか、まあ、楽天なんかもね、安かったですね。明日はご了解、まあいろいろ考えたんですが、エスプールちょっとね、第2クォーターまで好調すぎたんで、この好調持続できるかっていうところ不安ではあるんですが、エスプール行きたいと思います。ということで、この後は主要指数の動向と2253銘柄を中心に大型株の動向を確認してまいります。デイリーマーケット情報をご覧ください。こういうのをちょっと気になるんですけど、キャラ変芸能人の引きこもごもと、どういう小倉優子はちょっとよくわかんないですけど、まあ、小倉優子は、そうか、バカキャラだったりとか、昔はしてたり、料理下手キャラだった。まあ、なんか結婚したら、ね、料理するようになって、普通にできるようになるみたいなこと、十分あるから、それをキャラ編とか言われちゃ、かわいそうだなって感じありますけど、まあ、ローラとかね、ちょっとよくわかんないけど、最初はやっぱり、こう、周りから言われたキャラを演じて、でも本当の自分はこうじゃないみたいなことが出てきたりとか、まあそんなこともあんだろうなと思うんでしょうがないんですけどね。まあローラちょっと正直もう今何やってるかよくわかんないんで、まあなんでもいいんですけど、やっぱ話題の氷川きよしね、どうなっとるんでしょうかね。氷川きよしの話どこに、急にここに来てオネキャラを発揮しだしてきた。あれもう忘れちゃったかな。あれいない。あ、全然氷川きよし的なことがなかったですね。まあいいや、ちょっとこ違う記事で見ますか。すっかり、おねになってきちゃって。なんか、それが逆に、だからこそ安心できるみたいな人もいるらしい、みたいなことは聞きましたけどね。逆に、その結婚しないだろうみたいなことに、を言っているおば様方もいるようですけど。パッと出てこない。あれですよね、その始球式のね、例の写真とか、写真特集、美しすぎるです。ああ、ちょっとこの辺はちょっとあれですねこの辺怪しい感じになってきました、ね、今もっと髪多分長いですもんね、きっとね。あ、これいつかわかんない。もうちょい最近のがいいですかね。ロックやアニメソングを歌う姿。ああ、もうこんぐらい長くなってきてました。こんな髪型になることありますかね。でもまあ別に演歌にこだわる必要ないし、もともとその演歌っていうか歌謡曲寄りの曲からスタートしたイメージだったんで、まあ自由にね、単純に歌はうまいから、ね、自由にやったらいいですよね。うん、と思ったりしてますけど。ね。まあ、ということで、まあ、きっとこれをご覧いただいている方、女性の方も結構多いという認識でおりますんで、これはどう感じてらっしゃるのか分かりませんが、ね、いいじゃないですか、ね。本人の好きなようにやってもらうのが一番だと。ということはですよ、もう誰か、ね、わけわからん女が結婚することもきっとないだろうと思いますんでね。そんなことであります。では、行きましょう。10月2日ですね。水曜日。日経平均株価見てまいりましょう。
はい。日経平均株価今日は106円63銭安、21,778円61銭、0.49% の下落となりました。まあまあちょっと戻した感じですけどね。先物朝21,700円割れたぐらいでしたかね。で、帰ってきてたかと思うので、まあそれを思うと踏ん張ったかなっていう感じはありますが、まあちょっと今夜ね、まだ分かりませんけど、いろいろまた北朝鮮からいろんなものが飛んできたりとか、まあ昨日その前からアメリカが昨日ね、非常に随分下げましたね。340ドル、下げましたんでね。ニューヨークダウ343ドル79セント安、26,573ドル04セントで 1.28% の下落でした。大陰線つけちゃっておりますんで、ちょっと怖い感じはあるんですけどね。ここみたいな感じになるかもしれないねっていうのは警戒しておかなきゃいけない。ただそこまで、日本株がそこまで影響は受けなかったっていうのは、なんか最近下げる方も結構鈍い、反応が鈍い。アメリカにそこまでなんかついていかないっていうところ多いですからね。まあそんなところも含めて、ちょっと今夜どうなるか見ておきたいところですけど、ナスダックも、反落。90.65 ポイント安、7908.69、1.13% 下落。アマゾンじゃない、アップルなんか結構 iPhone、新型 iPhone は結構好調だみたいな話で、比較的アップルとかはプラスでなんとか昨日終わったんじゃないかと思ってるんですけど、確か。ただ、全体的にやっぱりなっちゃう。そうですね、アップルプラス 0.28%。あと、ビザとか。1.3% 上昇したりしてましたが、3M とかエクソンモービル、シェブロン、シスコシステムズあたりがずいぶん下げてますね。3%。あとダウ、大きく下げてますね。まあ、その辺の影響大きかったかなというところです。SP500 1.23% のマイナスでした。あと原油53ドル台まで、下落してきておりますですね。ちょっと、軟調というか、まあ、リスクオフってことなんでしょうね。単純にね、今ね。でドル円107円台60銭台、107円60銭台、なっております。ユーロ円117円50銭台というところであります。アジアはまだ動いて、あ、ハンセンは今日やってるのか。ハンセン 0.2% のマイナスでした。上海まだお休みです。1週間多分お休みなんですよね。というところで、225、5分足でご覧いただきます。まあ、あんまり値幅なかったですけど、5番にかけて、まあ、多少戻しに行ったかなっていう感じでしたかね。朝方が一番安かったというところでしたけれども。はい、そんなところでした。トピックス。6.71 ポイント安、1596.29、0.42% の下落。トピックスね。まあまあ、反落ではありますが。JPX400 0.48% のマイナス。2部指数今日プラスでした。0.52% のプラス。ジャスタック平均小幅安4円71銭安、3380円42銭、0.14% の下落でした。マザーズ指数 1.88 ポイント安 875.16、0.21% のマイナス。レート指数は反発 0.37% 上昇といったところでした。225の中身見ていきたいと思います。今日値上がり銘柄数は69、変わらずが6、値下がりが150というところでした。2倍ぐらいですかね。値下がりが多いんですが、まあ、WeWork のところでソフトバンクがね、やっぱりちょっと軟調っていうのは引き続きですね、いつ落ち着くのかというところですが、値下がり率上位見ていきましょう。今日トップ、日産化学でした。なんか、下落リストップってなんか珍しい感じありますけど、250円安4350円、 5.43% 下落。なんで下げたんでしょうね。特に材料もなくっていう感じだと思うんですけど。2位楽天、52円安1041円、 4.76% 下落。これもよくわかんないですけどね。あと今日楽天ペイを使ってみました。ちょっと還元なんかいっぱいあって大変ですよね、コンビニとかね。今日わかんなくなっちゃう。3位安川電機、昨日大きく上げましたけれども、まあ、吐き出してしまいましたね。せっかく上げたのにね。175円安3975円、 4.22% 下落でした。4位クボタ、中国関連弱いですね。まあ、香港の方でのデモもね、なんか実際発砲してみたいなことだったみたいですけど、61円50銭安1590円、 3.72% 下落でした。5位マツダ、
マスダ34円80銭安、957円60銭 3.5% の下落でした。6位、横川電機。横川電機64円安1920円 3.23% 下落。半導体とかやっぱり弱いってことですよね。続いてソニーフィナンシャル73円安2289円 3.09% 下落。また202銭割ってきましたが、戻せるかですね、明日ね。戻せないとストンといってしまうかもしれない。結構ここはサポートラインだったりしたと思いますんで。続いてサイバーエージェント130円安4145円 3% 下落です。レーティング出ております。サイバーエージェントがみずほが4500円の目標株価5000円に引き上げてますが、今日は売られてます。続いてヤマハツ。何ヤマハツ61円安1967円 3% 下落。日本ボッチャ協会とゴールドパートナー契約とかありますから、まあほぼ反応なしということですね。そしてトヨタ通商、自動車関連とか、まあ、自動車関連総合商社、ちょっと弱い。100円安3455円 2.81% 下落。ここまでかな。はい、ということでした。以下、電化、日産、ソフトバンク、日立、M3、ソニー、ジェイテクと日野自動車、小松と続いております。この辺まで全然 2% 以上の下落ですからね、ちょっときついですね。ソフトバンク見ておきましょうか。随分安いですよ。これどうなのかな。まあ年初来安値とかではないにしようね。年初より安かったですからね。ただまあ久々に4000円割れとかが見えてくる水準。名前の8000円割れってことですからね。そうすると随分安い。まあこの水準でも十分、買い時なんでしょうけど、まあ一応そこ確認したいですかね。一応ね。うん、というところです。値上がり率トップ、今日会見ありましたけど、まあ、プラスなんですね。関西電力、続伸39円50銭高1266円 3.22% 上昇。うん、まあ、これで逃げ切れるのか。金品受領もの12人の実名公表、2人が1億円超。いいな、1億円ももらえるのか。社長会長辞任しないという、ね、会見でしたけれども。1億円か、どうしましょう。何の株買いましょうね。1億円。KDDI 85円高2924円50銭 3% 上昇。3位カシオ。高値更新ですかね。45円高1717円 2.69% 上昇。レーティングかな。ゴールドマサックスで中立から買いに格上げ。目標株価1380円から1900円に引き上げ。 G ショック中国イコマス売上が想定より好調だそうです。まあね、中国向け強いんですよね、カシオはね。その価格帯とかそういったところで、あんまりそのアメリカとかでの売り上げ考えずに、アジア向けみたいなところを狙ってるというところですのでね、まあ、そこが一応当たってるということなんでしょう。はい、では続いて大阪ガス。電力ガスしっかりですね、今日ね。49円高2124円 2.36% 上昇して、 NTT データ31円高1416円 2.24% 上昇して、大和ハウス工業76円高3614円 2.15% 上昇。特に何もないんですけどね。サムコ上がってる。31円高1494円 2.12% 上昇。レーティングか、格上げ。どこでだかよくわかんないですけど。だそうです。東京ガス。55円50銭高2837円 2% 上昇。そしてドコモ。通信、携帯キャリアとか強いんですかね。46円50銭高2815円50銭 1.68% 上昇。で、NTT 本体。3社みんな入っちゃいましたね、データとドコモと。 NTT86 円高5267円 1.66% 上昇。あとはここまでかな。以下、中部電力、資生堂、京王電鉄、コンコルディア、スズキ、同和、キッコーマン、日記、札幌、バンダイナムコ、丸いと、そんな感じで続いてます。ソフトバンク子会社、あ、やっぱり強いんです。1500円ちょうどまで戻ってきました。配当落ち、まあ必要以上に下げた部分はあると思いますけれども、
まあ、すぐ戻ってくるんだなっていう感じですね。よかったですよね。そういう意味ではね。高値安値更新一応確認しておきましょうか。高値そんなにないんでしょうけど、あ、意外とあるやん。大きいところは、まあ、なんか積水ハウス。サムティ高値更新後、マイナス 5.6% まで。まあ、後で見ましょう。取れた方は良かったと思います。アドバンテスト強いですね。アドバンテスト。やっぱり相当売り残が溜まってるから、相当踏まされてるんだと思うので、まあ、ここはやっぱ買い方優勢でしょうね。変に、ここでショートとか入れない方が多分いいと思いますね、まだ。うん、35円だから 4922.72% 上昇でした。あとさっきのカシオとか、ですね、高値更新でした。アコム。そんなもんか。でしたね。安値更新、大型特に、ソフトバンクグループは分割後の安値更新。まあ、それぐらいですね。という感じでした。以上、デイリーマーケット情報のコーナーでした。